俳優の木村拓哉さんが11月13日に49歳の誕生日を迎え、フルート奏者でモデルの長女、ここみさんとモデルで次女の後期。3、もうの上には、がそれぞれインスタグラムで昔の家族写真を投稿して祝福しました。後期。3は、ハッピーバースデー DAD。イーラブ郵送マッチお誕生日おめでとういつもありがとう。というメッセージを添え、父と姉妹。 そして母、工藤静香さんとバースデーケーキを前にした家族写真を公開。さらに、サングラス姿の木村さんと娘たちで顔を寄せ合った写真も合わせて投稿しています。一方、ここみさんは、ベストフレンドの誕生日、ハッピーバースデー、として4枚の写真を投稿。放棄。 三のものとは一年違いというバースデーショットのほか、テレビを見る私の定位置、そして、子供の頃のココミさんが木村さんのお腹を背もたれにして座る姿なども紹介しています。木村さんは2000年12月に歌手の工藤静香さんと結婚。工藤さんは2001年5月にココミさんを、2003年2月に後期、三を出産しています。